4月30日火曜日、4月も終わりです。サントドライバーです。昨日まで大型連休前半の3連休が終わりまして、今日、明日、明後日は、会社勤めの方ですとか、学校関係とか、そういう方々はね、またお仕事されて、その後のまた後半4日間お休みになる、そういう方が大多数なのかと思います。今日の埼玉は、明け方まで雨があって、その後ずっと曇りだったんですけど、今はね、午後からはちょっと晴れ間も出てきております。ただ明日はまた、ほぼ一日雨、雨模様のようです。はい。先ほど18時過ぎにね、LINE X ちゃんの方から、チケットの、今度はモバイル会員のチケットの案内が、受付開始しましたよという案内がありました。ただ、状況としては、もう一部公演は、上限枚数達してるので、募集は行わないということです。人気公演の、福岡、大阪、武道館、それとラスト横浜のピアアリーナ。この公演はもうすでに、受付枚数達したということで、SS 席の申し込みはできないということです。同時に昨日までクラブ枠の二次選考 S 席の受付が終了しました。結果発表は今度の土曜日になるかと思いますけども、おそらく同様にですね、S 席同様に今回のクラブ枠で、もう S 席は人気公演はほぼ同じように上限枚数達してしまうのかなというふうに読んでます。そうなると、その後の、一般無料会員の LINE 公式ですとかチケットボード選考ですとか、この辺りでは人気公演に関してはもう S 席ももしかしたら曜日によってはない可能性がありますので、その点はご了承ください。そういう意味ではクラブ枠もそうですけども、モバイル、そういう先に抽選を行うところに、会員として抽選に参加するのが、良策だったのかなと思っております。結果は今度の土曜日に大半の体制が発表されますんで、皆様、心待ちにされているのではないでしょうか。で今日のお話としてですね、この、土日に新国立競技場で、ボーカリスト Ado さんのライブが行われました。なんかメディア報道によると2日間で14万人集まったということで、称賛される記事などあるんですけども、一方で音響面でなんかトラブルがあったようで、その記事が出てからちょっと騒ぎになってる、この辺りのお話をしてみたいと思います。今回のAdoさんの国立ライブですけども、2年前に A ちゃんが有観客としては初めて公演を 2days 行ってから以来の有観客ライブだったということで、また B'z の松本さんがサプライズで現れたとか、そういう記事もありました。で、これ一報があったの昨日の15時50分女性自身の配信で、それがヤフーのニュースになって以降騒ぎになってるんですけど、どういうことかというと、歌声聞こえん、ダントツでクソ会場、Ado国立競技場ライブの音響に批判殺到という、こういうネットの記事が出ました。記事の内容は、ライブ自体はね、チケット即完で14万人の観客を動員したと。ライブ終了後、もうね、この話題が X でトレンド入りして大きな反響を呼んだと。一方で、不評だったことがありまして、音響らしいですね。Ado様はとにかく今日もエグかったのだが、国立競技場が今まで行った会場の中でダントツクソ会場だった。演出最高だったのに音響がゴミすぎる。まあこんなような内容の X が発信されたこともあって、似たような投稿が多くあったんでしょうね。それが記事になって、また大騒ぎになったという、こういう経緯だと思います。で、その時に、じゃあ矢沢さんのライブはどうだったんですかというね、こういう、問いかける発信も多くあったので、ね、あ、これちょっと僕がね、2日間 A ちゃんライブ行ってましたんで、そのあたりのお話できるかなということで、ね、今日取り上げることにしました。で、まず、そのね、ニュースが出てから、こう、X 辿っていきましたら、この方はね、とある方、ピッポさんとおっしゃる方かな。ちょっと勝手に引用させていただきまして、国立ライブの音響のポスト、ね、X のポストを見た。矢沢永吉の国立ライブの時は、近隣住民様は、とお知らせがポストに入っていた。まあ、事前にポストインされていたということですね、チラシが。リハを入れると音響チェックで3日もやるんだと驚いたのを思い出す。すべてのオーディエンスを満足させるライブを見せるにはこれくらいやるんだなというコメントとともに、当時、Aちゃんね、側から国立競技場近隣の皆様へというチラシ、このね、実際のチラシの画像を貼り付けてらっしゃいました。僕はこれ、ね、当時、その2022年、2年前に、Aちゃんライブをする前に、このチラシをやはり同様に見たことがあります。その時はね、あ、そういうスケジュールで行うんだな、ね、それはもう近隣の方にこうやって告知をしてるんだなというふうに思う程度でした。まあそのね、このことを意味することが、まあ、今回よく分かったわけなんですけども、それで、このね、方のピッポさんの投稿された、ね、X を私のインスタグラムの方に貼り付けて、引用させていただきました。こういうことがあったみたいですよということで。そうしましたらね、コメントで、インスタグラムの方、フォロワーさんのあつこさん。あ、いつもお世話になってます、あつこさん。サンドさんのね、この投稿を見て、Adoさんのニュース記事を読みました。さすが A ちゃんチームだったということなんですね。2日目にはきちんと修正されて最高だったのを、ね、音が最高だったのを思い出しましたとあります。もう一方、勝さん。ね、勝さんもありがとうございます。お疲れ様です。自分もこの記事見ましたが、やっぱりボスのリハーサルは本物のプロですよね。ライブの経験や場数の違いやスタッフのスキルが高いとね、コメントされてました。ね、お二方ありがとうございました。引用させていただきました。はい。で、まず振り返りましょう。ね、この、AちゃんとAdoさんの実際のこの国立ライブですけども、比較してみますと、ね、こういう風になります。2年前の A ちゃんと、ね、今回のAdoさん。座席のちょっとね、金額をね、比較してみました。グッズ付きの一番ね、ステージに近い席。A ちゃんでいう PSS 席。Adoさんの場合は VIP 席という、これはね、座席は、それぞれ3万円同額です。で、SS 席は、A ちゃん1万8000円、で、Adoさん2万円と。で、違いが出てくるのはこの次ですね、S 席。A ちゃん9000円のところ、Adoさん1万5000円です。で、A 席。7000円に対して1万円。こういうね、価格設定になってました。で、これ、観客動員ベースでね、ちょっと簡単にざっくり試算してみますと、A ちゃんの場合、2日間で、ローリングストーンジャパンさんがね、記事にした内容を見ると、2日間で12万人、ね、動員してました。一番、まあ、主となる座席というのは S 席ですから、ね、S 席がもう8割、9割とかよく言われてますんでね、その金額でちょっと試算してみますと、9000円かける2日間で12万人。そうすると、ざっくりチケット代が、収益が 10.8 億円あるそうです。すごいね。2日間国立でやると。で、Adoさんです。S 席1万5000円をね、2日間14万人でかけると、2日間で21億だそうです。うわ、すごい。チケット代だけで20億、1億。まあ、A ちゃんは 10.8 億。まあ、A ちゃんの場合はね、グッズ販売がぐっとね、そこに乗っかってきますから、20億にこう限りなくね、近づいてくるのかなというふうに思います。まあそんなチケット価格帯だったそうです。で、まあこういうクレームというかね、そういうのが X に、まあ、投稿に上がるというのはやっぱり一番多く人が入っている席で、まあそういう現象があったということなんでしょうね。なので、そういう意見、苦情が X 上にこう溢れたということだと思うんですけど、まあ、要は S 席で1万5000円、ね、払ったのに、音はこんなのだったのかという、こういう投げかけだったのではないでしょうか。で、国立に限らず、こう、ライブの要素というか、僕がこう、ライブ会場に行って、ね、素晴らしいライブだったなといつも感じるのは、こう、大きな要素として3つあると思ってます。ね、どんな要素かというと、まずはアーティストのこうパフォーマンス。まあ、これが素晴らしいことが一つの条件。当然ですよね。その方を見に来てるわけですから、ね、その方のパフォーマンスが良ければ、もう満足度が一つ高い公演になると思います。それと、PA、ね、PA や演出。PA というのはパブリックアドレスと言われて、要は音響機器のことなんですけど、業界用語としてはね、PA というともう音響のスタッフさんのことを指しているようです。ね、PA や演出。まあこれも当然ですよね。そういう裏方の方のね、サポートがあって、メインのアーティストがね、光るわけですからね。それが2つ目の要素。PA や演出。そして、お客さんとの一体感。会場でのお客さんとの、ね、一体感。これね、これが3つ目。この3つが揃ってこそ、素晴らしい、こう、ライブだったなと、言えるのかなと思ってます。そういう意味では、昨年の150回のね、A ちゃんの武道館公演は、もうこの3つの要素がバッチリ、素晴らしいライブだった。そういうふうに記憶しております。さて、ね、このAdoさんのそのライブのことで、その女性自身の記事で音楽業界の方のコメントが、音楽関係者新しくなった国立競技場でのライブは運営側も経験が少なく手探り状態なのでしょう。同じ関東の陸上競技場の日産スタジアムや味の素スタジアムでも頻繁にライブが行われていますが、ここまで音響について酷評されることは多くないです。今後ライブの回数が増えていけば改善されていくかもしれませんとあります。僕の言った印象で言うと、日産スタジアム、味の素スタジアムと、ね、新国立競技場っていうのは、形状がだいぶ違うんですよね。もう皆さんご存知かと思いますけれども、外見上もね、こう、よりドームに近いような天井配置になっていて、まあセンターの部分がこうくり抜いてある、こういうような構造になってます。またドームともね、違うんですよね。で、ドームであれば、これまでもう何十年というね、業界、キャリアも皆さんあるので、だいたいこう調整すればこうなるだろうなという経験値を皆さん持ってらっしゃいますから、よくわかってらっしゃる。なので、1988年かな、東京ドームこけら落としの頃ね、手探り状態の頃と比べると今はもう格段にドーム公演というのはね、音が良くなってる、そういう話をよく聞きます。これは A ちゃんのね、お話でも、ね、最初の頃は大変だったりということをよく聞いてます。音がね、反響して、あとか、手元でね、歌ってる音とね、スタンドでもね、お客さんの耳元に届くまでに時間差があったとか、そういうことがよくありましたんでね、非常に会場での音響のね、調整が難しかったということは、もうこれはやる前から国立競技場では分かっていたことだと思います。では実際にね、そのあたりがね、ライブ当日までに改善されたかという、そこが一番の問題点ではないでしょうか、今回のね。僕は、矢沢永吉さんのライブ、土曜日と日曜日連日行きました。で、土曜日に関しては、座席は A 席、3階席ですね。3階席の一番、右端。ステージを真横からこう見る位置で見ました。ステージまでの距離で言うと、どうでしょう、150メーター以上あったのかな。例えるならば、甲子園球場のバッターボックスからバックスクリーンまで、ね、118メーターかな。フェンスまで118メーター。で、そこからさらに、上、スタンドのこう最上段ぐらいの位置、もっと多分高い位置だったと思うんですけど、そういうところから、ね、ステージを見る、バッターボックスを、ベースを見る、そういう距離感だったと思います。ですので、やっぱり音に関してはね、1日目そこで見たときに、映ってる映像と音とのね、耳に届くまでの音の、こう、タイムラグが若干ありましたね。あ、やっぱりこれ距離があるからそうなるんだなというふうに思いました。で、お客さんの歓声との、まあ、拍手ですか。拍手との、音の混ざりというのはそれほど気になりませんでしたね。ただ、音はちょっと絞り気味であって、ベース、要は、ベース、ドラム、そういう低音がかなり抑えられていたように記憶しています。なので、3階席からね、見ると音がこう軽く聞こえたんですよね。重低音があまり聞こえずに軽いイメージだ、なんか音だな。それと、途中でだいぶ PA の方が調整してるのが分かりまして、あれあれというところがね、何度かあったんですよ。音がなんか変わったなということを感じることがありました。で、当時の、これ YouTube で、振り返ってみると、ね、レッツ山岸さんと対談した時の V をね、今日見返してみたんですけど、やっぱり1日目はね、ちょっと音が、ということだったよね。でも2日目、すごいいい音になってたよね、というね、話を我々したことが記録としてね、で、動画として残っております。で、2日目です。2日目、僕は SS 席で見ました。ステージ前、ステージ8の、かなり前から見ることができましたんで、まあ、3階席と、それは比べ物にならないっていうのは、それは当然のことなんですけども、やっぱり2日目は音がかなり改善されて、ベース音、低い音がかなり出るようになってましたね。そのあたりは十分音の改善をされていた。やはりこれは1日目、こう、お客さんが入って歓声ね、拍手などが入っての音の混ざりとかを1日目に、プロの方、ね、PA スタッフの方々がだいぶ把握したんでしょうね。で、2日目も朝の9時から音練習、リハーサルされてましたけど、音出し、実際にね、朝から、僕も会場朝から行きましたけども、音のテストをされてました。そういう音が、外にいる我々にも聞こえてきましたんでね、あ、リハーサルしてるんだなというふうに思ったんですけども、そのあたりを十分こう、改善していたんでしょうね。で、先ほどのポストにもありましたように、3日前から一応、ね、音出しをしますよという事前の案内。そして、A ちゃんの音出しというのは、その前に NHK の、ニュースウォッチ9に出演されて、I Love You OK をね、弾き語りでこの時歌われました。新国立競技場で、ね、今度ライブをやるということで。で、その映像も今も EYTV でこう見ることができますけども、この時に一度もうすでに音出しをしています。その時から当然、ね、PA の方々は現地入られて音を聞いて、大体の感触をつかんでいたのでしょうけども、ね、3日間のリハの、ね、予定を取って、下準備をして、また1日目の反省をして、2日目に挑んね、だという、こういうこと、ね、こういう流れだったと思います。実際に DVD として、ブルーレイとして映像がね、発売されたのも2日目でした。やっぱり1日目はちょっと音の絡みもあったのでしょう。2日目のね、ライブの V はね、発売されております。また、そう、1日目、その、音に関してね、ほとんど、A ちゃんのファンの方から音がひどかったなんていう投稿は、僕見ることはなかったですよね。また、多くの、著名人の方も、1日目もご覧になってます。で、例えば、キスマイフッツーの藤ヶ谷さんですとか、ね、玉袋さん、ね、筋太郎さんですとか、土曜日行かれて、すごく良かったという、こういう話をされてましたし、あと、桑田さんの、ね、サザンの桑田さんのスタッフさんも、現地、ライブを土曜日見られてました。で、やっぱり素晴らしいということをね、桑田さんに報告されて、それを桑田さんがラジオで、ね、A ちゃんのね、A ちゃんにはもう国立専用、A ちゃん専用にしてくださいということをおっしゃってた、ね、ラジオがありましたんで、それは今でもこう、YouTube でお聞きになることができますので、お聞きいただければと思います。ということで、僕なりのね、今回の件の一件に関しては、まあ、下準備、PA 含めた、まあ、スタッフさんというか、裏方さんの下準備の違い、それと経験値の違い、やっぱり A ちゃんのスタッフね、ライブスタッフはもう自前です。自分たちの、ね、コンサート制作をする会社自前で行ってます。ですからプロ集団妥協はしないんですよね。音響スタッフの方。難しければ難しいねほど、やっぱり何とかして、A ちゃんね、に歌ってもらいたいというこういう気持ちが働いてるのでしょう。また全米ツアーでね、現地のユニオンの現地スタッフを雇わないといけないとか、そういう条件があって、かなり現地で苦労された、会場設備苦労された、こういう部位も残ってますけども、そういうこともあって、これまでの経験値、ドームでもね、もう複数回ライブを行ってます。そういうこれまでの経験値から、ね、プロの技として2日目も相当調整された。まあもちろん1日目もね、そんなクレームが出るようなライブにはなってませんでしたので、そのあたりプロの集団のなせる技だったと考えています。僕がね、この件に関して A ちゃんだとしてですね、一言なりきって述べさせていただくとすれば、この記事を見ました。Adoさん、やっぱり大変だったと思いますよ。僕も、国立やった時は大変でした。もう、これ二度とこの会場でやりたくないというくらいに、音響面で苦労しました。やっぱりAdoさんのね、スタッフの方々も、これを行うのは大変苦労されたことだと思います。で、ね、今回の件、僕は、スタッフにこう、一言言いたい。矢沢は、ね、僕のスタッフを誇りに思います。こんな風に A ちゃんだったらコメントされるのかなというね、思いで、今日の、このAdoさんの一件、お開きとさせていただきたいと思います。長々と、ありがとうございました。3トンドライバーでした。ありがとうございます。